広島に黒田が帰ってくる。バリバリのメジャーリーガーの日本球界復帰というビッグニュースにファン、さらには球団も驚きを隠せなかった。メジャーからは年俸およそ21億円のオファーもあった中、なぜ黒田は広島へ帰ることを決めたのか。広島残留を決めた2007年も黒田はエースとしてチーム最多の12勝を挙げた。しかしまたしてもチームは下位に低迷。孤軍奮闘を続けるエースの姿にファンからは黒田の勝ちたい思いを叶えさせたいという声も上がり始めていた。まあ、カープにね、本当に育ててもらったと思ってますし、たくさんのファンの人にもね、応援してもらいましたし、言いたい、すみません。本当に皆さんにね、もう感謝の気持ちでいっぱいです。日本の、プロ野球広島東洋カープから来ました、黒田博樹です。よろしくお願いします。覚悟を決めた男はメジャーでもその実力を遺憾なく発揮した。安定したピッチングに対し年々大きくなっていくメジャーでの評価、それでも常に心にあった思い。僕は広島から来たと思ってるんで、日本に帰るなら僕自身はそのカープがね、僕を必要としてくれるなら、カープに帰るのは、当然というか、日本に帰るイコール広島カープに戻る。昨シーズンも11勝を挙げ、日本人初の5年連続2桁勝利。もちろんこのオフも黒田には高額オファーが届いていた。メジャー移籍後も毎年のように送った復帰のオファー。背番号15を開けて待ち続けた球団、その思いがついに実った。8年ぶりにこの赤いユニフォームを着て広島に帰ってきました。黒田博樹、立ち上がり1番山田、そして2番の川端、内野ゴロに打ち取ります。メレッジにはセンター前ヒットを許したんですが、その後ユーヘを見逃し、回は5回に入って先頭の大引きは空振り、ヒットを許すんですが、池谷さん、この場面でしたね。はい、やっぱり自分の動きが頭の中に入っていってみましょうか。そして6回、そして、今日の試合の最終イニングとなります7回、この回もヒットは許すんです。ただその後下位打線、大引き、さらには中村、ここも最後は素晴らしいボール。目線が集中します。黒田は1球目、はい、今のボールです。逃げてますね。なるほど、そうですね、いわゆるバックドアって1球、6球目はこれも変化させました。スプリット、これは真後ろから見た、ちょっと沈むというか、ちょっとボールに手を出さなきゃいけないですね。そこへ今度は逃げていく黒田、その真骨頂を大沢の舞台で存分に発揮する立ち上がり。マウンドに上がりますのはご覧の黒田です。今シーズンは24試合で10勝8敗、防御率は 2.68、 ね、どんどん被ってますから。取った、セカンド、左シングル、取った、一塁送球、一塁も あるいはこの試合をもう任せるか。バッター、三遊間、このでアウト、サードが取った、二塁ホーサード、一塁転送は、いや、完封目指して126球力投した黒田、ワンアウトランナー一塁三塁、まだ失点はしていないんですが、この場面でピッチャー交代です。
中崎がマウンドに上がります。さあしかしこのマウンドを降りる黒田にこの甲子園に詰めかけた真っ赤なユニフォーム姿のカープファンから大きな声援です。いやまあ、最以上の今日は投球ができたということですね。素晴らしいですよね。